あの140キロ打てた感想。もうちょい早くてもいいかな。ほんまに言ってる？うん。ギロキ来いや。ロキあの動画見たらもしよかったら草野球チームあの入りませんかってオファー来るかもよ。いや俺エンゼルスしか興味ない。いや絶対無理。毎度ベロキでございます。今日はスマイキー TV のロケで今日はこちらです。バッティングセンターにやってきました。最後に野球なんかやったらもう中学生とかね高校生ぐらいですもんね。ちょっと帽子見せてくださいよ。帽子ですかこれ B はい、これあれです。オリックスバファローズのあのニューエラと今年あのスポンサー契約しまして、ね、ニューエラなんですよこれ。オリックスなんか今日全体的にあれやなヒップホッパーみたいな感じやな。ヒップホッパーです。いいでしょ。ダボらしてる感じ。いやありがとうございます。というわけです、ね、今からね打ちに行きたいと思いますので。自信は自信はいやそんなないですそんなないです。いや目指すはホームランですよ。そうですね、ホームラン当ててねちょっと一発ねかましてねみんなにいいとこ見せたいなと思います、ね、はい。じゃそれではとりあえず行きましょう。はい、行きましょう行きましょう。とりあえずじゃあ100キロ行きたいと思います。100キロね。カード入れるタイプなんや。どこや。えどうすんだこれ。なんかこういうのがあるんかどっかに。どっかにあるんですか。全然分かってないですけど。ボックスは左、ここなんかこういう感じ。一旦置いてみて。で左にスライド。イコサじゃないんだけど。あ、左へスライドってこういうことか。ああ、そういうこと。折り自体を左に。ああ、もうややこしいですね。できました。ああ、オッケー。入ったね。よし、じゃあ打ちますよ。いや入ったもんな。さあ早速トラブルですねこれ。なんでよ。おー怖い。おい。おい。はい。引っ張ってますよ。ベロキさん左打ちでございます。構え一丁前やねんな。早い。はい。はい。ホームラン狙う。ホームラン。ホームラン。ピッチャーフライか。一巡目どうでした感触。いやまあでも慣れたら当たります。当たります。合わせていく。はい、さあじゃあ次パウエル頑張ってみましょう。パウエル行きますか。打てるかな。頑張ってください。頑張ります。パウエル君素振りしております。もう振り方を覚えてないですか。あ振り方ね。ファイルが右打ちですね。はい、じゃあカード入れます。お、これで初スタートです。あ、むずタイミングめっちゃむずい。そうなんですよ。最初ね、やっぱタイミング合わせるのがね、やっぱり難しいところですね。腰に来ますよこれ。そうですよ。お、当たりましたね。こっから当たってくる。そうですよ、こっからね。慣れです、慣れです。お、バント、バントです。4本やばい、やばい、これ前に止まってた。頑張れ。お、おい、当たりましたね。いいですよ。こっからです。こっからですね。はい。お、おっしゃ、やっと前飛びましたね。
何打法やねんこれ。打ちにくそ。でも当ててれてる当てれてる。腹立つな。自打球ですか。お、いいですね。おお、その構え腹立つけどよう当ててますね。な、腹立つなこの。なんか腹立つな。うん。持ってかれた。持ってかれました。終わりましたね。終わりました。25球って3約3分なんやね。撮影今3分なんですよ。ねえ3分ね。意外と体力と言います。あやばい。サングラス忘れてもった。気まずい気まずいな。すいません、ちょっとサングラス忘れちゃって言うて。乱闘やわ、乱闘。車の今日借りてきたレンタカーにも、ちょっと後部座席にサングラス忘れとったもんだ。めっちゃちょっとセクシーな女がつけるサングラスね。そう、多分レンタカー借りて海でも行ってたんやろなっていうような感じしてました。サングラスはね、一番忘れ物の多分1位2位になるぐらいの忘れ物です。もうサングラスはもう右から外さずに持っとけと。そうです、もう僕みたいにメガネつけとけっていう感じで。そういうことです。そうです、はい、以上です。140やって、はい、やる？やるっしょ。やるよね。いやもう俺らさ、さっき100でやったけどさ、うんうん、まあなんか打てませんとかやってたやん。そうそう、あれはね、まだもう振りですから。あれ振りです、振りです、振りです。140見てください。そうそうそう、実は打てますから。打てますから、もちろん。だってベロッキーの佐々木朗希の球打ったことあるもんな。そうそうそう、京セラの前打ったよ。パバッテリー組んでたって言ってたけど。そうそうそう、バッテリー組んで痛かったね。もう骨折れるんちゃうかっていう。重かったボール。佐々木朗希ボール重い。重いっすよ、重いし怖いっすよ、ほんまに。そう、一瞬でボール届くからね。まあ、とりあえずね、この140キロね、ここでは、ね、最高だと思います。140キロ。どうぞ、一旦詰めたおしぼり、挟んどく？あ、いいですね。お前、おしぼり。入ってた？入ってた、入ってた。ちょっといっぱい入ってました。ごめん、ちょっとね、汗かいたからね、顔拭いとかないと。140って、やっぱ気合い入れて、打たないといけませんからね。どうですか、メガネ外しますよ、ベロキが。まあ、稀にない光景ですよ、これ。YouTube でなかなか見れませんからね。居酒屋ついて最初におしぼりで顔拭くときぐらいしか見れないから。あれデートでもやっていけませんからね。あれ多分初デートであれば、ドン引きされると思います。で、テレビで前やってました。でしょうね、テレビで やらなくてもわかるよ。そうそう見ただけで、なんやこの人って思われるやん。よし、もう100人行きましょうか。行きましょうか。はい、かましちゃってください。右打ちですけども。あ、右打ちなんですか。はい。ね、もうね、左なんですけどね。まあまあまあ、ハンディキャップですわな。はいはい。まあやりましょう。任せてください。当てますから。はい。当てた、当てたぞ。当たりました。当てたぞ。きた。俺当たるよ。待って、待って、全然ピントが合えへんわ。ピントが、ピントが、当たるやん。ホームラン行きましょう。ごめん、もうピントがネットやわ。ええとこやねん。ピントがネット、ちょっと遠めで。あ、オッケー、ピンと合った。当たるやん。
ボールやばいやボールすごいな、早くなるおーへっ、ついあー、終わった。いけますよ、いけますよ。ベロやりました。次パウエル、これ時間とか体力が限界した。うまいだ。おパウエルが今から140キロに調整しますよ。打てるん、マジで。まあ、100キロあれそやな、序の口やもんね。下手いから任せて。昔近鉄でそういうこんにゃく打法の打ち方の選手おって昔。めっちゃやろ。お、当てた当てた、いいですね。当てました。はい、よろしくお願いします。バーガーに行きますわ。はい、良いですね。はいはいはい、ボール球も結構あの投げてくるんだよね、このピッチャー。お、キャンパウルもちゃんと当たってませんよ。だ、出たこんにゃく打法。元金、昔のあの近鉄の OB の梨田さんのこんにゃく打法や。あ、タイミングよね、タイミング。いや絶対怖い。絶対怖い。まず素手やし。キャッチャーミットあらな、取れませんよこんな球。やばい、おーし、やっぱこんにゃく打法当ててますよ。そう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 。ほら、こんにゃくだわやな。すげえな、この構えで合ってんのはなかなかやな。絶対俺こんなん無理やもん。すげえ。いや140打てたら俺ら草野球チーム多分呼ばれるで。オファー来るんちゃう、スマイキー見ましたって。スマイキー見た、あの動画見たら、もしよかったら草野球チームあの入りませんかってオファー来るかも。それかもしかしたら独立リーグからオファー来るかも。いや俺エンゼルスしか興味ない。いや絶対無理。大谷目指すの。お、低め低めやね。頑張れ。出た。調子悪くていや、やっぱ球数増えてくるとね、こっちまでがしんどくなってくるんだよね。お、いいですね。多分ショートゴロですね。例えば。よっ、おお、いいですね。引っ張りましたね。そうやね、ほんまに。いやー、打ちましたね。お見事です、お見事です。あの140キロ打てた感想。もうちょい早くてもいいかな。ほんまに言ってる。うん、佐々木朗希来いや。あの佐々木朗希投手、あのスマイキー TV お待ちしております。出演は出演はお願いします。続きまして60キロソフトボールでございます。140からの60キロ80キロの差があるんですよ。逆に当たるかな、自信ないわ。もう放物線描いてんもんな。で一回140挟んだから合わせづらいじゃん。放物線やからな。して、うん。あ、ほんまや。バーチャルがないんか。ガショーンやもんな。タイミング合ってませんよ。ちょっと本当にありやん。おい、飛びましたね。
まあ前飛ぶなっていいだ。いいよ、前飛んでるよ。これあれやかな、ラブホのあのチケットかな。ラブホのあのホテルのキーか。それそういうとこ行ったことないから。あ、ほんまですか。ないんか。もうあの、うん、女子ソフトボール部主将がでしたの。え、女子？女子ソフトボール部の主将がでしたの。嘘。男子やけど女子ソフトボール入ってたもんな。まあね、ここからです。いいところをお届けしたいと思います。でもね、サングラスまだ忘れてるじゃん。確かにあれですね、サングラスがございませんね。ここあ、ありました。よかったよ。あ、当たらんな。でしょ、でしょ、難しいでしょ、これ。出た、こんにゃく打法。こんにゃく打法ですよ、こんにゃく打法。元金通の梨田さんのこんにゃく打法できました。あ、めっちゃ難しいのがあった。はい、行っていきましょう。いいですよ、この調子でいきましょう。スマイキー TV の底力を見せたってことかも。当てること大事ですから。ボートもそうですけど、当てることが大事ですから。あ、違うか。あの、返すようになかったですよね。頑張ってください。ホームランに当てて。引っ張りすぎたもんからね。次行きますか。お、次ですよ。この1球が勝負ですね。うわ、これあかんわ。絶対当たらんよ。はいよ。はいよ。お、行きましたね。いいですよ。こんにゃくの方は咲いてますね。キャッチャーフライですね、これ。多分この打球だと森友哉さんがキャッチしてますね。あ、これはもう痛い痛い。え、先からの天井での得意ですね。そういう競技じゃない。そういうルックスゲームちゃうからね。打球の速度は速いんやけどね。フライですもんね。終わりましたね。どうでしたか。160キロの短い部分で当てすぎて手がやばい。そうですね、手がね、いかれますよね。あ、もうパウエルももう限界を迎えております。疲れましたね。もう首が疲れた。もうこの左向いてる首が疲れた。もう20代後半迎えました。これ頑張ってください。はい、終わりました。あ、もう2人とももうバタ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 やって、もうバテバテですわ。うん、そう、結構ね、バッティングね。いや、体力使いますね。使いました。2人で何球打ちました。 25×3 3回しましたよね。75。お、75球打ちました。はい。いや、すごいですね。もう多分明日筋肉痛が出てる。
やばいです。もう多分俺ちょっと今背中の方ちょっと痛いですからね。軽く痛いですからね。あの右肩上げた。うん、セイロガン飲んで関係あれ。それとはまたアンメルツ横横塗るなりするんやと思う。詳しいね、そういう界隈詳しすぎんねん。別に薬剤師ではないので、うん、よくね、あのお世話になってますまあそんな話どうでもいいね。まずいやでも140キロ意外と当たりましたね。はいね、お互いでもね当てましたからね、すごいですよ。まあブラック普段から車140キロ出してるからな。いや捕まりますよ。140は用出さないですよ。120はたまに出しますけど、はい、というわけですね。はい、じゃあ次のとこ行きましょうか、ね。よし。